ウスさんにご飯を食べに来ました。すごいゴロゴロ入ってる。うまっ。ベビーさんがチャーハンを食べます。名古屋グルメマップおすすめ。名古屋グルメマップが最初に持ってきてって言ったチャーハン。いただきます。いかがですか。そうですね、本当に本当にこれ美味しい。食べたわりに生で今度買い、うん、自分の作ったチャーハンの10倍で美味しいですね。当たり前。イタリアのピノノワールというワインでございます。少しフルーティーなワインでございます。はい、お願いします。はい、これがアイスがきな粉になってるのかな。なんかきな粉かかってたりするじゃん。ちょっと手ってやっぱ強い。バスッと。バスッと。山井ちゃん、バスチーをちょっと食レポお願いします。いただきます。ここのね、バスクチーズはね、意外にすごい名古屋で早かったみたいですよ。一番ぐらいにやり始めたんだって。で、本場から取り寄せてるとか、本場から習ったって言ったかな。ここ、ここの、そうなんだ。前回よりおいしい。なんか柔らかい感じ。そう、ちょっと塩気も効いて、すごい柔らかいこれ。やっぱりね、ちゃんとこうしっかり周りは焼けて、バスクチーズのいいところが。食べて。生クリーム美味しそう。まあ
ボードはどうですか？ご飯かき込み系？結構辛みあり。ロジ君はそれは？これ麻婆。麻婆飯。どうですか？豆腐が。あ、ありがとうございます。まだいけてないです。あ、いい、行きます。